DS BDS はい、それでは今日ね、皆様お正月大好きでしょうか。もう正月と言ったらお賽銭ですよね。お賽銭と言ったらお金ですよね。はい、お金を楽しみしてるね神社たくさんあると思うんですが、そもそもね、なんでね神社のお賽銭箱にお金をね入れるかというとね、なんで入れるんですかね。多分その神様をもっと長く生きてもらうためにお金をねあげるのか、僕はよくわかんないですけど、いろいろ調べた結果、なんか昔はねお米とかね、その時代の大事なものをね添えてたそうですね。で、都合よく時代の流れでね今はお金になったんですが、まあ気持ちですよね、気持ちの問題ですよ。別にお金がなくても心でねいいと思うんですよ。まあ神様に長生きしてもらうにはやっぱお金も大事ですよね。ってことでね、今日はねお賽銭箱を作ってみます。で、なんでお賽銭箱を作りたくなったかというと、もうね僕はね小学校から考えてたんですよ。家にお賽銭箱があったらもうお金持ちなんじゃないかって、もうただ置いてあるだけでみんな投げたくなるじゃないですか。で、これ何人でひらめいたかというとね、ウレス鉄筋家族のね傘下に書いてあるねジンの話なんですよ。ジンがね神社でねお賽銭箱をかっぱらって、家でね神社を作って、それでお金儲け考えた内容だったんですが、まあいろいろ待ってね、まあどうなったか見てください。ではね、今から作っていきたいと思います。今回はねパイン材でやっていきたいと思います。はい、で今はまだねこう色がね新しいんですけど、後でニス塗ったりねいろいろするんで、とりあえずまずボックスを作りましょう。どんな感じにしようかな。で、箱ができたんでね、続いてはね、ここ飾り付けをしていきたいと思います。では切っていきましょう。はい、枠の方ができたので次はね、中のね部分を作っていきたいと思います。ああ、疲れた。では今からニス塗りをやっていきたいと思います。どうやってやるんだろう。わいぶぶ、これでいいのかな、薄めるのかな、これ。はい、ってことなんでね、1日かかりました乾かすのに。で、今からねここに賽銭箱って書いていきたいと思います。本当はね習字で書きたかったんですけど、ちょっとね墨汁がないんでマジックペンでね、まあ、書いていきたいと思います。漢字が難しそうですね。多分これでね大体ね決まると思うんですよ、この字で。ただの箱じゃないですか。ここに賽銭箱って書けばね、もう何でも賽銭箱になるようなね魔法の文字なんで。なんかおかしい線がちょっとダメっすね。ちょっともう一回塗りますか。ちょっと絵の具があったんでね、絵の具で書いていきたいと思います。大丈夫かな、間違えたらエンドですからね。やっぱこういうの太く書いた方がいいです。なんかさっきよりひどくなってるような気がしたんですけど、一応完成です。イエーイ。では今からねこの賽銭箱にね以前紹介した貯金をね、入れていきたいと思います。これもう今ね12万ぐらい多分溜まってますね。13万ぐらい、はい、前数えた時は11万ぐらいだったんですけど、今もね貯金してるんで、これを全部入れていきたいと思います。で、これだから貯金箱はね前壊しちゃったんでなかったんで、これをね今後からね貯金箱として使っていきたいと思って今日は作ったんですよ。すごい綺麗ですね。なんかヒノキのね木で作ってるような感じがしますね。で、外は味があってすごくいいですね。ちょっとねこの賽銭っていう字がねすごく汚くて、まあ、あれなんですけど、実はね後ろにも書いたんですよ。なんか後ろの方が汚かったんで結局こっちの字使いました。ではね願い事をね叶えてもらうために賽銭箱に全財産を入れてきております。いでよシェンラー。わあ、気持ちいい。僕の願いは皆様が笑顔で幸せになれることが僕の願いです。好感度アップだ。中はこんな感じになってますね。
実はね、札もね、結構入れてんすよ。これが満杯になった時ね、すごく楽しみですね。多分このままじゃね、僕ん家来てね、盗むね、輩たちが来ると思うんで、これをね、閉じていきたいと思います。でもこのまんま全部持ってっちゃったらもうどうしようもないですけど、持っていけないぐらいね、重たくしたいと思います。はい、お金多分これでも超重たいっすよ。よし、これでね、僕からお金はね、守れたと思います。ぜひね、僕ん家に寄ったらね、お金を再生してください。ではでね、ご視聴ありがとうございました。ではね、シュッ、うっしー、あ、絶対取れないこれ。 PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。お金はここから入れます。お、気持ちいい。あ、いいね。